サッカースペイン一部リーグ、レアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティ監督が FIFA フフに抵抗、クラブワールドカップ、W 杯に出場しない考えだとした。イタリア紙・イルジョルナーレとのインタビューで話した。インタビューで同監督は、FIFA フフは選手やクラブがこの大会に参加しないということになるのを忘れている。レアル・マドリードは1試合だけで2000万ユーロ、約33億8000万円の価値があり、 FIFA はその額を大会を通して出すつもりでいるが、答えは NO。我々と同じくその他のクラブも招待を断るだろうとしている。スペインのスポーツシマルカによると、FIFA はクラブ W 杯へ参加するチームの配当について欧州クラブ協会、ECA と協議。